スバックによって守られる、バリ島の棚田スバックとは、バリ島に見られる伝統的な水利組合である。現在のバリ島でも至るところで形成されており、その数は約1200にも及ぶ。スバックは、流水の分配を意味する、スウォックを語源としており、8から9世紀頃に、高層ルシマルカンディアによって、初めて形成されたと言われている。 水資源の不安定なインドで生まれたヒンドゥー教では、水を万物の資源とする、ボ母神信仰が盛んであり、これが、バリ島土着のアニミズム的半神論と結びつき、バリーヒンドゥーの体系において、水が神格化されたことで、スバックの行事や運営は、水を中心とする神事と、密接なつながりを有している。各スバックは、それぞれに、 自らの寺院を保有しているほか、取水石や、主な分水石にも、園庭寺院や、石製の祭壇がしつらえられており、スバックの構成員は、農作業はもとより、水に関わる各種の宗教行事に対して、共同で参加し、その費用を負担している。スバックの寺院では、稲の女神デウィスリア水の神とされるブタラウィスヌに、対して、法上を祈る儀礼が行われる。 作業を行うクラマスバックスバックは、バンジャールやデサとは、独立して形成されており、その構造は、さながら一つの村のようである。スバックの構成員は、考えコ地の所有によって決定される。クラマスバックの間では、定期集会が開かれ、スバックの長が、構成員の中から五選され、 アウイグアウイグと呼ばれる合意事項が定められ、スバックはこれに従って運営される。具体的には、独自に土地税を徴収し、共同作業への参加を義務として課し、水の取り入れの権利を強く保障し、紛争時には調停を行うとともに、搭水などの違反行為に対する厳しい罰則規定を設けるといった活動が見られる。 文化人類学者のクリフォード・ギアツの観察するところ、スバックの言葉は法であり、それに逆らうことは犯罪なのである。スバックの運営における以上のような宗教社会的自律性を見て、ギアツはウィット・フォーゲル流の推理者解説を批判すべく、次のように叙述している。スバックの寺院での活動は、スバック全体が機能する際に必要な相互調整の機構だった。 バリの考え体系が機能することを可能とし、その体系に形態と秩序を与えていたのは、膨大な推理施設とクーリー労働者の大群を支配する高度に集中化された政治体制、すなわち全体的権力を追求するアジア的先制君主の推理官僚制なのではなかった。それは社会学的には清掃化し空間的には分散し、行政的には 非集中的で、精神的には強制力を持つ、儀礼義務の集合体であった。スバックに基づくバリの文化的景観は、2012年、バリ州の文化的景観、トリヒタカラナの哲学を表現した、スバックシステムとして、ユネスコの世界遺産に登録された。この遺産は5県の棚田と、その灌漑施設、及び関連する寺院や湖から構成されている。その中には、 18世紀に混流された王立水上人員プラタマンアユンも含まれているが、これはバリ島においてプラブサキに次いで大きい人員である。ありがとうございます。